さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介するオールまで終われません。続きましてザーグトイストーリー、これ2からの、出現というか出演でございますね。はい、もうね、もうザーグはもうなんといってもね、某映画の黒いマスクをかぶった人のパロディと言わざる得ないようなキャラですね。赤い光線のね、部分。ほー、そうですよ。今お見せしたように、赤いね、光線のね、剣みたいなものをブンブン振り回す。代わりに、この三連銃をジュンジュンジュンと撃つという、まあそういうツムみたいですね。中央を消すんですかね。まあ、数箇所まとまって消すツムって書いてましたけど、なんか今の見てると、なんか、ほぼほぼ中央を消す感じですね。なんかこう、悪の帝王という割には、まあ範囲が狭いからなのか知らないですけど、ちょっと威力としては物足りないですわね。まあ、しかしまあ、まさかのね、バズ・ライトイヤーが、ウック、というキャラがモチーフになっているとは思わなかったんですけどね。うつつつつつ。ほい、じゃあ行きましょう。発射！ドゥドゥドゥン。なんか、あれですね。パイレーツ・オブ・カリビアンに出てくる、フライング・ダッチマン号の三連戦の大砲みたいな感じしますね。まあ、あれは、その、一番上のやつをドーンって打ったら、くるっと回ってまたドーンって打つ感じでしたけど、まあ、一気に発射してますんでね。まあ、ちょっと違う気はするんですけどね。うん。まあ、でも、そんなイメージがありますよね。じゃあ、発射しましょう。なんか結構あれかな、どれだよっていう話ですね。結構でもなんか溜まりやすかったですね。そんなにツムを貯めるのに、ああそんなことないか、通常の15個貯めツムになりますかね。はい、まあこう守りたい一心でね、悪に見